エキスパートフライフィッシングシリーズ7号ヒットシーン60連発上巻メイフライシーズン。プロより釣るサンデーフライマン岩井圭一郎が4月5月メイフライシーズンを見せます。ベストシーズン思い通りに釣りたいあなたにどんな秘密が岩井にあるのか。より簡単に、より楽しく。思いのままにキャスト。フッキング、ファイト、リリース。もう一回やんね。あの石の向こう側だよ。分かった、見た。確か出ねえな。ちょっと行って行って。すごい綺麗だよ。がっちり食っちゃってるね。出たよ。擦れてるから一回しか出ないかな。そうか、流し方が悪いのか。だからイワナが食い損なんだな。ほらね3回出て3回も合わないんだからな。ちゃんと食ってくれよ。フライを見破ったかな。ダメだな、食わえないね、このフライは。まあ、魚が食い損なうっていうのは流し方が悪いからだからしょうがないけどね。よし、5回出て5回空振りです。ティペットを細くしてフライを変える。絶対釣るぞ。
あらこれ多分ね、同じ罠で6回出てるよ。ここ波がね、上下が激しいから多分食い損なってんだと思うんだよ。っ、食ってくれよ、ちゃんと。ほら、7回何回で釣れるか。よし、8回目だ。同じイワナが8回出て、8回目にヒット。前大きくないけど綺麗だね。最後はね、イマージャーコカゲロウの、コカゲロウって言ったら双葉コカゲロウの方ね。はい、リリースします。ここは大型の出るポイントだけど、よし。あー、また同じくらいだな。これはひょっとしてさっきのが8回じゃなくて交代で出てたかな。綺麗だね。やっぱ魚だったね。今日は目標一応10匹だね。まあ日曜日なら10匹釣れればいいでしょう。今ね、フライはエルケハーカデスの13番を使ってます。ハッチは今何もないですから、当然まあ使い方としたらアトラクターってことになりますね。今まだ9時ですけど、10時半くらいになったらおそらくコカゲロウがハッチすると思いますので、そうなったらライズ狙いのマッチングズハッチに切り替えます。やっぱ人が入るから一発じゃ出ないですね、1回目じゃ。おっと、反応したな。よし、出るぞ。次ちょうど今ドラッグがかかったところにライズしちゃった。ダメかな。15番のソラックス、すいません、下手くそで。すごい風でドラッグ買っちゃうね。フライを変えます。今度は17番のソラックスだ。
なんで食わない、合わないの。いや、まっちぐ大豆の書いてあるね。腕が悪いと。ちょっとポツポツ降ってきたね。でね、逆光でちょっとフライ見えないから、焦げ茶のウイングのパラシュート。これで偏光外せば見えるんじゃないかな。よし来た。小さいね。偏光をかけてイエローウィング。ペットもうちょっと長くします。あんま大きくないね。20センチちょっとぐらいかな。あ、そうでもないね。わー、いい木だ。これ撮る写真。あ、結構硬い、いいね。まあまあかな。お、よく引くね。今日は日曜日だけど、釣れるときはまあ日曜でも平日でもあんまり関係ないですね。今かなり強いアゲンストの風が吹いてきたんで、ポジションをなるべく上流に持ってってサイドで狙います。サイドキャストで。2月の中でより寒いな、これは。それなりの格好してないだけに。完全なアップストリームの時は意識的にティッペット部をぐちゃぐちゃに落としてドラッグを防ぎます。やや斜めの時はカーブですね。まっすぐ上流へ逆 U 字の形で落とします。
フライは今ですね、ケアウィングダウンを使ってます。手前の流れにラインが食われるのでメンディングをしました。ちょうど今あれですね、ここの流れにラインを食われちゃうのでメンディングして上に持ってきました。強い流れの向こう側釣るときは当然長い距離ドラッグフリーで流せないので自分で少し分けて釣ります。1メーターか1メーター50センチぐらいずつ自分で流したいところを分けてそこを区切って狙ってきます。やっぱある程度真横ぐらいが限度ですね、これだけ流れが強いと。さらに上流を釣りたい場合は自分が上流へ移動します。でポイントを斜め下流に取るようにします。今だと2メーターぐらいドラッグフリーで流れます。よし出た。流れの緩いところだな。結構速い出方するな。よし来た。綺麗な出方したな今。綺麗だね、この卵は。こんなとこいるんだもんな、こっち側は。
おお、なんか小さいけど結構引くね。ゼロ二だから下手をすると合わせ切りをしないように注意しよう。アマゴだね。綺麗だよ。じゃじゃじゃ。ものすごい綺麗なアマゴだね。あそこも出るよ、あそこも。あそこも出る。いたね。なんかみんなでも同じくらいの方だね。あそこやるよ、石の方。ああ、この流れはいそうだけどね。いればでもライズあってもいいはずだ。食べられてみて。これは小さい。あれ、今さ、フライがこうなってさ、こうなった時出ただろ。波でほらこうなってんじゃん。うん、変な飛び出し方だったな。あそこいそうだな。これはヤマメがいる筋だけどな。そこで出ろ。あ、やっぱり出た。言ってるところで出た。そこで出ろったらそこで出やがった。ちっちゃいかな。よく引くな、このヤマメは。よく引くね、ここの。綺麗だよ、これ。これまあまあでしょ。太ってるね。すごいね。20匹いったよ、もう。あ、来た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 、さっきの来た、食うぞ。あれ、よし、まだまだまだ、あいつ気づいてない。もう一回やるよ。やっぱり高いところからダメだね。今のやつまだ気づいてないから、また来るから。来た、よし、来た。あ、今のなんで合わねえんだ。というか、あれ上からだからなんだよな。お、ヤマメラジスト見た。見ました。見た。はい。じゃあ、あそこね。
これはアマゴだね。なかなか綺麗だね。あんま大きくないからいいよ。さて、先ほどのシーンを見てみよう。自然な餌を捕食したシーンでは魚体が大きく出ている。彼がキャストしたフライには小さな動きで捕食している。自然な餌よりわずかだがドラッグがかかっているためにアマゴには食べやすかったのだ。つまり食べにくい餌を食べるとき魚の出方は大きく、食べやすいフライを流せば小さくゆっくり確実にライズする。綺麗な出方したね。ああ、いい方だね。ライマネエルケヘアカです。綺麗だね。これハヤだろ。あ、ハヤじゃないよ。太ってるね。綺麗だね。こういう時は流れ込みあんまりいないかもしれない。よし、来た。まあまあだね、これは型が。そうだけどな。あ、鳥がいっちゃった。やっぱこれだけ大きい川だからといっていいポイントばかりでなく小さいポイントも一応流します。というのはいいポイントは皆さんがやりますから、魚も釣られてる可能性が高いからです。出てくるかな、このぐらい強いところから。これも最盛期のポイントですね、このぐらいのところは。これはもう上流替えビーチです。フライから流します。このぐらいの時はやっぱり正午前後ぐらいが一番いいですね。ハッチもあるとしたらその時間にあります。こういう広い瀬はですね、一応ついていそうだなと思う石のあるところは全部流していきます。今ね、LK ハカです。
水がねちょっと太いから11番と大きめにしてみた。時々キセットリーダーラインに浮力材を塗って沈まないようにした方がいいですね。やっぱりその部分が沈むとブラックの原因になります。遠景の下っていうのがやっぱり遡上した魚のたまり場だからよ。魚は濃いはずなんだけど昼間は出づらいですね。25、6センチぐらいかな。フライを待ってたように出たね。このぐらい流れが複雑だと横へ回り込んでフライから流すような形持っていかないとドラッグかっちゃうね。下手なのかな。加えないんだよね。ちゃんと流してんだけどな、最初も。やばい。包丁2回出たね。ほんと乗らないわ。やっぱドラッグかかってんだろうな。イワナって横になんないんだよね、ヤマメと違って。パラダンのね13番。だからほら、これだけあれだと、これだけ流れあると複雑だと出ても乗らないね、あれはね。エルピアファですね。ほら、あ、来ちゃった。イワナっぽいな。あれ？こうヤマメだ。これこれ。早かと思った。今ライズしたね。ちー、なんだあれ。ハヤの子供かな。
ヤマメだね。綺麗なヤマメだ。あ、じゃあじゃあ、くだっちゃった。なんでこのポイントの魚だけこんなシビエなんだろうね。やっと出た。おお、いい引きだね。あんまり大きくないけど太ってるからよく引くね。イワナかなこれ。大きいよ。なんか、あ、ヤマメだ。あ、イワナだ。太い罠だね。パラダンのね、11番。素晴らしいヒットシーンを見せてくれる岩井啓一郎。テクニックだけではなく、フライフィッシングに対する考え方や見極め方。今回のタックルは8フィートから8フィート10インチのロッドにラインは3番、時として4番、リーダーの長さは9フィートから16フィート、ティペットとの合計では16フィートから24フィート、ティペットの太さは 8X02 から 6X06 を使い分けた。内容の豊富な彼の兆候から、ついに彼のロングティペットシステムを使いこなす最高の岩井ロッドが生まれた。この新たなギアを手に、エキスパートシリーズの名付け親岩井啓一郎がこれからも新しいフライフィッシングを見せてくれる。なお6月兆候分は下巻8号に収録しました。使用フライは岩井啓一郎のヒットフライパターン、実践の釣りから生まれたフライたちに収録されています。エキスパートフライフィッシングシリーズ8号、ヒットシーン60連発下巻。サンデーフライマン岩井啓一郎が見せます。6月、7月、8月、夏の活水期、釣れた軽魚をどう釣るか。9月、禁漁直前、普通のポイントには大型魚はもういない。ヤマメ、アマゴ、
イワナ。日本の軽魚を大切にいたわりながらファイトを楽しむ軽流のフライフィッシングなら岩井圭一郎。